アビの動画は難病の子供の生きる希望になってるって知ってる？俺は知らん。いやね、実はね、そういう話があるんですよ、僕にもね。病気でね、病院していて、お仕事もね、まず辞めちゃって、みたいな状態で、もう人生もね、もうどん底だったと。ね、おじさんがいたんですよ。で、その人はね、ある意味、僕のね、ドラフト甲子園っていうね、オメガロビーアルファサファイア時代の動画を見て、あ、俺も頑張ろうって、そういう元気をね、もらって、まあ、しっかりリハビリしてね、今も元気で働いているというお話はね、実は本当にあるんですよね。僕、オフ会しましたもん、その人と。個人的に。なんか大阪に甲子園見に来るから、ついでに会いませんみたいに言われて。行く行くっつって、なんか、おっさんと俺で、大丸の、梅田の大丸の10階とかでなんか、パフェ食べましたもん、二人で。それ多分ね、もう視聴者としっかりなんかオフ会したのって、個人的に1対1でオフ会したのって多分あの日しかないわ、俺。なんか、あとなんかサインが滲んだから書いてくれみたいなんで一瞬行ったことはあるけど、それぐらい、そのおじさんとの絡みが一番濃かったね。